関口和幸は日本の男性ミュージシャン、シンガーソングライター、ウクレリアン、サザンオールスターズのメンバーでベースを担当、新潟県出身、青山学院大学文学部卒業、所属事務所はアミューズ、所属レコード会社は JVC ケンウッド・ビクター・エンタテインメント、所属レーベルは大したレーベル、有限会社の保本代表取締役、愛称はムクちゃん、 カズボウ。1978年にロックバンドサザンオールスターズのベーシストとしてメジャーデビューを果たし、1986年にアルバムサキンでソロ活動を開始した。1991年にハーブオータと出会ったことをきっかけにウクレレの活動を始め、ハワイでウクレレのイベントを開催している。また、モモタロウ電鉄シリーズなどのゲーム音楽の作曲を手がけている。 ミュージシャンとしての活動だけでなく、漫画やエッセイの出版、テレビドラマやラジオの出演など幅広く活動している。音楽及びベースに興味を持った原点として、ビートルズやポール・マッカートニーの影響を語っている。また、カール・レイドルやチャック・レイニーなども聞いていた。青学時代にフェンダーのベースを購入したことについて、物を手に入れてあれほど嬉しかったことはないと述べている。 クワタケスケは、関口のことをユニークな発想をする、アーティスティック、サザンのようと評し、また、関口のベースの演奏を、センスのいい関口和幸のベース、知的で、かっこいい、彼はやはり天才なのであると認めている。さらに、あいつのベース、攻めてるんだよなとも評し、セイシェル海の聖者の B メロのベースラインは、 彼じゃないと絶対に発想できないし、弾けないラインだと語っている。関口は攻めているといった評価について、自分としてはそんなに攻めたつもりはないんですけどね。そんなに自由に弾いてるつもりもないし、自分なりの決め事があって、その目標に到達できるように弾いてただけなんですけどね、としている。2005年のサザンの全国ツアー、みんなが好きです。で、ジャンプを演奏した際には、 CD 音源と異なる激しいベースソロを感想で披露している。サザンの無期限活動休止が終わり、バンドが活動を再開した2013年からほぼ5年ぶりに、ベースに触れたところ、ベースでやり残していること、結構あるなと気づき、それはつまりサザンでやり残したことであった胸も、語っている。1991年に、ハーブオタに出会ったことをきっかけとして、ウクレレ愛好家になり、 それ以降のアルバムのコンセプトはウクレレをフィーチャーした作品として発売されている。作品には多数のウクレレの演奏者が参加している。高木ブートはウクレレ仲間として交流があり、ソロ活動ではライブやイベントで共演している。2009年から2012年のサザンの無期限、活動休止期間中はウクレレの活動に集中していた。関口によると、 音楽をこのまま続けていっていいのか、大好きだった。音楽なのに、一時嫌いになりかけたというほど、思い悩んだ時期あったが、ウクレレとの出会いによって乗り越え、昔以上に音楽が好きと思えるようになったと語っている。サザンの楽曲、ドールでウクレレを弾いているのは、関口である。また、桑田は関口からウクレレを借りたことがあり、桑田ソロの楽曲、 悲しみよ、こんにちはのレコーディングでそれを演奏している。関口は、ウクレレは心を緩める作用があると感じている。ウクレレ汎用のアプリ、ウクレリアムをプロデュースした。サザンオールスターズとしての活動でもボーカルを担当している楽曲は存在しているが、ソロでの作品では関口自身で作詞、作曲、ボーカルプロデュース、さらには、ジャケットも手掛けている。佐久間明から、 桃太郎伝説の音楽制作を依頼された際に、個人的な友人関係であることを理由として、テレビゲームをやったことがないにもかかわらず引き受けた。この頃の関口はインストゥルメンタルを作曲した経験がなかったため少し躊躇していたという。当時のファミコンは使える音が制限されていたため、作曲する際には、キャラクターや場面をメロディーで表現しようと心がけたといい。 自身の音楽性にも影響を与えたことを語っている。長きにわたり自身の曲をゲーム音楽に起用し続けている佐久間に対しては感謝してもしきれないとコメントしている。桑田にとって関口はサザンのメンバーの中でアマチュア時代の最も古くから面識のある人物である。桑田のラジオ番組、桑田圭介の優しい夜遊びを聴いていることを明かしており、 選曲に共感することもあるという。サザンが長く続いた秘訣として、休み休みやることかなとしか答えようがないとインタビューで述べている。既婚者であり、妻はポエポエやウクレレピクニックの経営にも関与している。帽子と口ひげがトレードマークになっている。勝手にシンドバットのジャケット写真では付けひげを着用していた。あだ名は、 以前飼っていた犬のムクが本人によく似ていたこと、及び温泉あんま桃引きバンド時代の髪型が胸まである長髪でムク犬のようだったことからムクちゃんとなった。このあだ名は青学時代にはすでについていた。青学時代には教職試験に合格しており、卒業後の進路として教師の職に就くことも選択肢としてあったが、周囲の反対を押し切って、 サザンのメンバーになった胸を関口自身や桑田が証言している。本人はその後の僕の人生は幸せですとコメントしている。また青学時代には留年も経験している。これは本人が意図的に単位減らしたことによるものと桑田が語っている。サッカーを愛好していることをたびたび語っている。サザンのレコーディングで使用するビクタースタジオから歩いてすぐには 国立競技場があったため、空き時間に観戦しに行くという。漫画やイラストを得意としており、原優子の初ソロアルバム、原優子が語るひととき、爆風スランプのデビューアルバム、良いのジャケットは関口が描いたものである。関口は、小学校の頃から、僕は漫画大好き少年であった。漫画家になりたいと本気で思っていたと語っており、暇さえあれば、絵を描いている。 1984年には、週刊少年さんで映像刊号に4コマ漫画の連載を持ったこともある。佐久間明と知り合ったことで、鳥山明、石川淳、江口久志、高橋留美子、高野文子らとの交流もできた。得意なモノマネレパートリーとして森本レオを挙げている。サザンを漢字1文字で表すと、十だと語った。重ねた思い出やベースの重さから、 1955年12月21日に新潟県北貫原郡水原町にて生誕。1971年に新潟県立柴田高等学校に入学。漫画家志望だった関口は美術を選択科目の第一希望にしたが、人数の問題でなんとなく苦手だったという音楽に回される。しかし、これにより音楽に興味を持ち、 結果的にミュージシャンになるきっかけとなった。また、部活動では設立したばかりだったサッカー同好会に所属していた。1974年に、青山学院大学文学部英米文学科に入学。同大学のフォークソングサークルで、桑田佳介と知り合い、温泉あんま桃引きバンドを結成した。後にこのバンドは、ピストン桑田とシリンダーズに改名。 同バンドの解散以降は、しばらくの間、桑田のバンドから離れた。桑田のバンドは、その後幾度か、バンド名が変わり、最終的に、サザンオールスターズに落ち着いた。1977年春に、ヤマハ主催の音楽コンテスト、イースト・ウェストにて、天野和平の脱退による公認として、正式に、ベーシストとして桑田が率いるサザンオールスターズに、加入した。 1978年6月25日に、ビクター音楽産業より、サザンオールスターズとして、勝手にシンドバットで、メジャーデビューを果たした。当時は、東京都目黒区有天寺の風呂なしのアパートに住んでいた。1983年にエッセイ集、突然ですがキリギリスを執筆し、集営者から発売された。1986年からサザンが、活動休止に入ったことで、 関口は2月にアルバム、サキンでソロデビューを果たした。1987年に当時、漫画評論家だった佐久間明からの依頼で、コンピュータ RPG、桃太郎伝説の音楽を担当。同ソフトは、約80万本の大ヒットとなり、以来、ほぼ毎年1本のペースで、桃太郎伝説シリーズ及び、桃太郎伝説シリーズをはじめとした佐久間関連の、 仕事を引き受けるようになる。その後は、サザンの活動とソロの活動を平行に行い、1990年には、フジテレビ系列のドラマ、いつも誰かに恋してるに出演した。1991年に、上記で述べた通り、ハーブオータと出会ったことをきっかけに、ウクレレ愛好家となった。1991年8月から1994年まで、 循環器系のトラブルによる症状により、体力の消耗を伴う活動を控え、しばらく療養する必要が生じたため、ベーシストとしての活動を休止。1993年のサザンのシングル曲のジャケットに登場しなかったり、レコーディングライブで見クき、キ、チハルやネギシ宗が代役を務める状態がしばらく続いた。一方で、日常生活には、 師匠はないとの判断により当初からお目にかかる機会もあると思いますといったアナウンスもなされており実際に新たな雑誌や地元新潟の新聞の連載が入りゲーム音楽の作曲活動は継続した1992年に北京で行われたサザンのライブに同行し客席で観覧1994年4月からはレギュラーラジオ番組オプティムクティが開始 1994年10月に、桑田が青山学院大学の学祭の前夜祭りに出演した際には、原と共に飛び入り出演する出来事も起きており、個人での局所的な活動やメンバーとの交流は続いていた。1994年12月に、日本武道館で開催された、アクトアゲンストエイーズイベントに、サザンが出演し、ベーシストとして参加。 1995年以降は、本格的にサザンでの活動を再開している。1996年には、東京都目黒区の有天寺駅近くに、念願だったウクレレとテディベアを取り揃えた、ショップ、ノホホンベアーズを開店。ウクレレやフラダンスなどの教室も兼ねている。1997年にウクレレをコンセプトとした2枚目、アルバム、ウクレレカレンダーが発売された。 1998年より上述のショップの店名をポエポエに変更。2000年に入り、8月にズシマリーナガーデンプールにて、ウクレレミュージシャンを集めて、ウクレレピクニック・イン、ズシマリーナを開催。このイベントは2007年まで、各年の8月に開催された。11月には、俳優の竹中直人を迎え、 関口和幸フィーチャリング竹中直人の名義で3枚目のアルバム口笛とウクレレを発売した。2001年10月にハバナバージョンでセルフカバーした1枚目シングルホテルパシフィックとサザンの楽曲に世界各地のワールドミュージックを取り入れてセルフカバーしたアルバムワールドヒッツ・オブ・サザン・オールスターズを同日に発売した。2002年には ハワイアンミュージックを取り入れた2枚目シングル、私の青空、マイブルーヘブンを発売した。その後も各年に、日本でウクレレのイベントを開催、あるいはハワイでイベントを参加を行っている。2008年4月には再び畜中を迎え、関口和幸フィーチャリング竹中直と、文さん、キミコの名義でアルバム、口笛とウクレレにを発売した。2009年2月に、ホノルルで、 ウクレレピクニックインハワイを開催した。以降、毎年2月に行われている。2012年10月には、アルバム、ウクレレキャラバンが発売された。同年には、ハワイに、ポエっぽえハワイアンカルチャーセンターを開いた。2013年以降は、サザンの活動と並行に、ウクレレのイベントを各年に開催している。2019年12月に、 サザンも含めて自身の楽曲すべてがサブスクリプション型サービスでのストリーミング配信が解禁された。出展、すべて個人での出演、構成によるもの、グループでの出演などはサザンオールスターズ出演の不死を参照。ふとじは現在放送中の番組である。ありがとうございます。